清らかな流れ、最初にささやくようにって出てますね。この曲はペダルを使う曲だと思います。まず全部弾く前に最初のこのトーンを今ペダルに入れてみました。これがふわっと広がるかどうか。ピアノっていうのをご覧になればお分かりいただけると思いますけれど、ハンマーが弦に当たって響きます。じゃあペダルを踏むとどうなるかというと、踏んでいくと周りの弦が解放されて広がっていきます。つまりペダルを踏むっていうのは伸ばすというよりも広がるという感じです。このピアノの全体に広がるだけじゃなくて上にも立ち上がっていきます。ですから今ちょっと譜面台あるんですけど、ここに立ち上がる音を見るようなつもりで、つまりこの立ち上げ方をいかにこう広げたり自分の手元に寄せたりするか、それはよくタッチと踏み具合で覚えていきます。で、いきなり弾く前、全部弾く前にこういう練習もいいかもしれません。私はできるできないじゃなくて、こう味わって弾いてみて自分の手の内に入るというか身につけるということが大切だと思います。できるできないよりもやってみて、あ、なるほど、こういうふうに自分の何か心に響く、でその心に響いたものがここに広がったように響きとしてある。実際これが四分音符で書いてありますけど、決してドスンドスン硬い音で弾いてはいけない。これを取り出して親指をうーんと柔らかく一つ一つ丁寧に濡らしていきます。中間部はこれはメロディーで歌うよりもハーモニーがこう歌っていくようなイメージを持って、僕はこの中間部はペダルは使わないで弾きますね。もちろん使う方法もあるんだけど、決してベタ踏みにすると右手の休みもうまく生きてこないので、少なめか踏まない状態でこう手の中に響きを作るような感じで弾いていくといいと思います。では通してみます。
ペダルの踏み方はだいたい一拍ずつ踏んでますけれど、ドーンと踏まないで響きを、音をペダルの上に乗っけながら丁寧にいきます。これだけでもあのペダルって非常に難しいんですけれど、ショパンが言ってたんですけど、ペダルのいい踏み方っていうのはもう一生の課題だって言ってます。ですから初めにやるやり方かもしれませんけれど、ペダルも自分の体の中、音の中にあの入れていくことができると、豊かなピアノが弾けるようになると思います。